はい、速稼塾のコップです。マイアミには来るなというふうなね、忠告を無視してマイアミに行こうとしてますけども、今日もミスターマイアミさんからですね、非常にありがたいアドバイスが2つありました。1つはですね、何かと言いますと、何だと思います？ 1 つはですね、アメリカの、アメリカじゃない、英語がそんなにレベル高くなくても、ちゃんと英語圏で仕事ができるっていう言葉ですね。これはね、非常に自信を持って、ある意味、自信を持ってですね、トライできる。その要件になるなと思ったんですよ。というのが、私のした質問は、アメリカのコメディアンはどうですかみたいなことを聞いたんですよね。面白いですかと、吉本興業みたいな人いますかみたいなこと軽いノリで聞いたら、いや、全然興味持てないんですって言ってね、あれ意外だなと。お笑いとか興味ないのかなと思ったらそうじゃなくて、お笑いコメディアンさんっていうのはものすごく早口でね、それからスラングがいっぱい出てくる。確かに日本でもなんでやねんとかいうのをわかんないと思いますよ、外国の方が。だからビッグとかラージとかね、大きい小さいっていうのをでっかいとか言われてもわかんなかったりするんですよね。いわゆるそういうスラングがいろんなところで使われてるから、英語を使い倒してるその地域の方は面白いんでしょうけどもね、英語圏の方は。でも私たちみたいな翻訳英語を無理やり使っている、本当に標準語みたいな英語しかなかなかね使えないなっていう風な私みたいなのは、確かに早口でまくし立てられるようなスラングだまりだと何を言ってんのかすら分かんなくて興味が持てないっていうのもね、そうだなと思うんですよ。でもここでね、ミスターマイアミさんからのすごく希望ある一言って何かっていうと、いや、そのねテレビで放映されているお笑いが分かんないような英語レベルでもちゃんと仕事できますよと、英語圏で、はい、だから大丈夫ですみたいなね、これすごい発見だと思いますよ。ここに凄さを感じてグローバリズムに立ち向かっていただきたいかなと思います。そうなんですよ。英語網羅してなくても、自分の関わる英語だけ知っていれば大丈夫ってことなんでしょうね、きっとね。そして気づきのもう一つなんですけども、日本に来たミスターマイアミさんが今ね、マイアミに戻って仕事を始まってるんですけども、吉本興業の会見を聞いて非常にね、気づきがあったと。それは、人間の社員のね、組織に入ってる人ってのは、やっぱり上司に握られてる部分が多いなと。パワハラ上司、パワハラ会社、パワハラ社長の下でいると、どんなに逸材も潰されて十分力を発揮できないっていうふうにね、言われてるのかなと私もね、受け取ったわけなんですよ。まあ、厳しいこと言ったら、どんな上司でも乗り越えて一人前になるっていうね、そういうふうなね、なんか昔の修行みたいなところもあるんですけども、でも今そんな時代じゃなくて、いかにね、楽しく仕事に行けるような環境を上司が作るか。上司の仕事っていうのは部下が働きやすい環境を作ることだと思うんですよ、最大の仕事っていうのは。でもなんていうかね、上司と会いたくないとかね、なんか指示がわからないとか高圧的でビビっちゃって自分の本領が発揮できない、失敗の責任を取らされるとかね、そんな上司で働きたくないじゃないですか。私はね、いつもね、財前部長ね、なんですかね、例の下町ロケットっていうドラマにありました財前部長っていうのがすごいかっこいいなと思いましたね。私のね、財前部長、吉川晃司さん演ずる財前部長の名言一つ、これはね、全責任は私が取るって。こんな上司に恵まれたらどんだけね、のびのびとチャレンジできるか、そして上司を守りたいって気持ちになるか、会社を守りたいって気持ちになるか、要するに社員のやる気をね最大限引き出してくれて、リスクを本当にね、上司が取ってくれるんだったらいくらでもチャレンジしたいですよね。だから責任は俺が取るからやってみろっていう風な上司は本当に宝だと思いますよ。だから責任問題、すぐにね、これ責任がね、かかってくるからちょっとね、できないよね、みたいなね。そんな上司にもうね、当たったら悲惨ですよ。なんかね、上司の責任は部下の責任と。上司の失敗は部下の責任。部下の成功は上司のものみたいなね、こんなね、ひどい話になっているところもあるんじゃないかなと思います。皆さんどうお感じでしたか？今回はですね、ミスターマイアミさんからのメッセージで私はこの2つの大きな学びをいただいたんですけども、皆さんいかがでしょうか？で、付け加えるとしたら、これ素晴らしいミスターマイアミさんの思考だなと思ったのは、吉本興業の社長の会見を見て、社長はこいつが悪いんだとかね、社長のこんな言葉は完全に悪意だとかいうところを掘り下げて掘り下げて、いかにその吉本興業の社長を悪人にするかってことを一生懸命になるんじゃなくて、自分の学びにしてるんですよね。自分だったらこう考えるな、こういう上司によってこう変わるなと。だからひょっとしてこれ言葉にはされなかったですけども、ミスターマイアミさんは部下がね、働きやすいような環境を作れる上司になっていくぞみたいなね、そういうふうななんかメッセージも感じたんですけどね、皆さんいかがでしょうか？それではこの動画の後にミスターマイアミさんからの元ネタっていうね、動画を見ていただければと思います。非常に参考になると思います。それでは失礼します。そしてミスターマイアミさん、またメッセージくださいね。